シゲルピンクダイヤは日本の競争馬である。馬名の由来は冠名宝石名ピンクダイヤ。2016年2月12日に北海道日高町のアモウ牧場で誕生。翌2017年の北海道セレクションセールで調教師渡辺義彦の強い推薦により森中シゲルが1728万円で落札。森中は後に 渡辺義彦町教師が目をつけていて、ぜひ買ってくださいと、すごい熱意で、私に言ってきました。それで、よし、買おうと、さすがは、GI ジョッキー。馬を見る目は確かですね、と語っている。かつて森中が、宝石の卸売りをしていたこともあり2016年産の、シゲル軍団の場名は、宝石シリーズで付けられたが、宝石の中でも希少で高価なピンクダイヤにちなみ、 命名された。2歳の10月時に、京都競馬場で、新馬戦に出走し3着、次走の未勝利戦で勝利を挙げる。3歳初戦のチューリップ賞では4番人気となると、後方から上がり、最速の末、足を繰り出しダロンファンタジーの2着に食い込み、続く、大賀賞ではスタートがやや一息きながら、同様に後方からの決めて勝負の競馬で、 メンバー最速の上がり32秒7をマークし2着となる。自走の優秀品馬では4ハロンの距離延長も響き12着に終わった。秋初戦のローズステークスでは4番人気に押される。入れ込んでいたためゲート前のは乗りをしないなど工夫をしたものの4着に敗れたものの、さらに1ハロン距離の伸びた、週刊賞では追い出しを我慢させてしぶとく3着に粘った。 以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。